サブスターン。よいしょー。ありがとうございます。お疲れっす。ということでね。イライラ君が帰ってからちょっと経ちましたね。うん、いやイライラロスやわ。いやこのあれだあれさ、うん、ずっと甘やかしとったら多分来週までおったよな。あいつだってこのソファーからずっと動いてないよな。いやそうやねんな。なんかさ俺イライラのそんな申し訳ないんだけどさ、うん、イライラにすまんちょっとトレーニングするわっつって、うん、部屋閉め切ってトレーニングしとってん、うん、20分ぐらい、うん、で終わって出てきたらさ、うん、あいつここでガチチーギューみたいになってたからうわごめんごめんと思って。いやでもなよかったですよ彼、うん、最高やったよ。めちゃくちゃおもろかったな、うん、おもろかった、ね、おもろかった。最後飲みに行って解散しましたけどね、うん、と、はい、いうことで、いつもの変わらぬ日常に戻ってまいりました、レッドハウスです、はい、で、今日ね、またあのいつも通り、とあるしょうもない日常を過ごしてるとあのね、すごいレジハウスに細長いものが届きまして、これよ、これもうこれね、映ってるんですけどなんかね、あのお花って書いてるんですよ、これちょっとさ、なんか誰でも予想つくやんか、まあ、予想つくな、切れそうなんやけど俺と K が全く興味のないものなんですけどねこれさ、はい、そう、まあ、開けますか。じゃあ一旦開けるか。はいはいドン。はいうっはい、なんすかこれ。そうで、でかっ、どうだった、でかくない、なんかこれなんか武器みたいなね。ちょっとなんかいつもと形状が違わんか。違うな。あーなんかポケモンみたいな木出てきたっすね。はい、何かです観葉植物届きましたね。届いたな。どうしますこれ。いやもう最悪や。もうどうするこれマジで。どうしますこれマジで。いやあのね、いや届いたはいいんですよ、うん、肝心のなんかえぐいぐらい相談して盛り上がって注文した2人今寝てるんですよ。そうそう、だからあいつらが寝てる間に、うん、もうあの俺らで適当に位置決めて置いたろうって話ですよね。そう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 、もしくは燃やしたろうって。もしくはね一日アートみたいな感じでいい。そうそうそう、やっぱり芸術は爆発やつさ。デイダラやデイダラおるやん。これさ、いやそう、俺思ってんけど他の2つよ。見て、こっちもさ、見て見て見て、みんな見てな、こっちもあるし、見て見て、あっちにもおんねん。セブンディーサーディーじゃないよこれさ、さあだからどうすんのってこれ。しかもなんかさ、ムカつくんが、うんうん、この2つよりでかいっていうのムカつくん。せやんな、なんか今まで一番強そうなやつ来たで、これ並べてみるか。並べてみるか。こいつ重たいな、やめとこ。ああ、そう重いやろ。こいつ重いやめとこ。うわ、このドン絞りオーネが、え、待って、4つあんの。いや、だからドン絞りオーネ分けたらしい、ここなんか根っこ。あ、そうなん。ちょ見てこの3つ、これオーキド博士に渡されて御三家これやったら切れますよ謎の草、謎の草、謎の草これあれやん、ゆすったらあの身出てくるやつやん。あ、おるな、なんかおー、なるほど。いや、いや、どうさ、見ていい、うん、深くにもちょっとかっこええと思ってしまったこれ。いやそれは前なんか他のやつよりはちょっとちゃうよ。確かにこことかさ、ね、ここやし、なんか、うん、緑もなんか綺麗やし。そうやんな。これさ名前もつけ、おっ、おおきた、きた、来やがったわこいつら。起きた。じゃあ動画終わりということで。起きよった、動画終わりか。もうこっからこれ良すぎやろ。ガチでヤバいの来たな。ガチでヤバいの来たやろ。これ最高やん。なんなん、ちなみにこれはそのうん、名前はなんな。パキラです。パキラ、アキラ、ちょっと待って、アキラでいいか。そんなら臭い。これ増加じゃん。これはマジで言ってる。いやそんなことないやろ。これ増加やん。これここなんかめっちゃ増加っぽいと思ってる、これさすがに木やろ。え、木やろ。これ増加じゃない。増加じゃん。増加やったらこんなのって石油の匂いセルクね。セルクね。え、見てよこれ、みっちゃん、こんなことならへんやろ増加が。え、でもなんかなんか、でもなんか石油ってかなんか生臭いで。なんか何この匂い。あ、梱包のせいか。もうなんかサイエンドみたいなのあるの。ちょっと元気ないな、来た瞬間に。確かにな。確かに来た瞬間俺とロックは元気なくなったよ。俺らは元気なくなった。いやいや、いいかもこれ。いやでもあれや、最初なんか袋で上にこう、何こんな感じで絞られとったから、それで苗てるっていうのは。あ、そういうことか。そう、酸素供給たたれとったから。いい感じにしてあげよう、それは、うん、うん。じゃあ、いや、これ名前なんか。ジャスジーさん、これパキラなんですけど、どうですか。パキラ全然。わしのギャグで笑わんかったやつ限定の。それエロジーやろ。やめてよかったー。こいつ名
前どうすんの、りょくん。なんで名前どうすんの。これどうしようかな、うん、一応パキラという名前です。パキライライラの本名で一応ネジネジではある。どうしようかな、そしたらネジネジではあるよな、うん、何でも。ちなみにあの俺の友達はアキラって名前だよ、うん、はいはいはい。この辺がさ、あれっぽい、うん、ジン君もいます。ドンネジリオーヌでいいんじゃん。お進化系みたいな草タイプの進化系みたいな。そうそうそう。いやまあ裏筋とかなってくるのか。え裏筋、筋裏とかなってくるのか。ああ、あともうこう、ここがさ、うん、確かになんかいっぱいチンチンをこう裏返したチンチンをいっぱい干してるみたいな。50とかどう。あそうやな、5本こうねじれてんの。あ20じゃなくて50どうしようかな。20じゃなくて50なんです。つまんねえこと言うなあんまり。どうしようかな、なんか、うん、なんかいい感じのあれないかな、うん、いい感じに捨てる方法な、うん、考えていかん。裏筋は嫌いじゃないで俺。まあせっかくやし、うん、これ見ていただいてる皆さん、あじゃあまた考えてもらいましょうか、まあ、裏すじとかね。ああ、うん、その感じ。ちょっとどしまえたすぎるかな。あちょっとまずいか。下ネタいいねんけど。いいねんけど。いいねんけどな。もうちょっと、まあ、もうだってマガテルチンコもおるわけやしな。マガテルチンコなんかも何のひねりもないけどな。なんかこの感じ見たことあんのよなどっかで。あマキラ結構いろんなところ。あそういるし。うんうん、すげえ見たことあるわこれ。でもなんかやばいや。一番強そうよなこの中やったら。まあ確かにな。強いわこれ。中心しっかりしてるし。もうちょっとギリギリやもんな。うん。こうしようか、今までの観葉植物、うん、もう全部男性やから、うんうん、こいつ女性にしよう。確かに女性っぽいな、うん、女性っぽいって下ネタむず。女性の下ネタ軸になってる。下ネタ軸になってるやん、お前。好きな女の人の名前とかつけてみる。あ、いいかもな。そうするか。俺やったらになってくわけやし。ええねんな。ええー、な、ピー使わんの今の。待ってんで、知ってた。え、知ってる。ええねんな、マジで。ええ、ピー使わんで。ええ、使わんで。使えんで、悪いけど。お前ほんま適当なことすんな、お前。お前なあんまりおもろいことばっか言うな、お前らな。お前じゃん、お前。ああ、なんか根っこがすごいしっかりしてんの。めっちゃええよ、これ、これ。アンゲでいいんちゃう。あなんで、なんでさ。もうおるからええねんみたいな感じ。もうおるからもう、ほんでええねんみたいな。おい、可愛がってってくれよ。確かにな。ねじれていくんかな、さらに。いや、これあのそんなねじ巻き島みたいな。自分で巻いてんねん、これ。手で手あ、自分でやんねや。あ、手編みなんや。手編みやねん、これ。で、鉢植え替えますか、とりあえず。やろやろ。え、これこのままでいいやん。で、ちょっと鉢植え替える様子は、明日の動画で。マジで？でかくしたいもんだって。ジャングルなるやん、もう。このやっぱ観葉植物って鉢でかくすればどんどんでかなっていってくれんねん。いや、俺さ、これ2つに分けられてるの知らんかってんけど。あ、そう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 。1,2,3,4 生き別れたね、双子の兄弟。そうそうそう、感じですわ。あ、うん、まあ、双子じゃなくて どうするかこれ。ガーシーチャンネルとかにするか、名前。だから一卵性ソーセージの兄弟です、ね、色はな、ガーシーっぽいけどな。迷うな、名前か。アキラっていう。アキラ、まあ、まあそれにちなんだ感じでいくとやっぱアキラとかになる。俺はもうあの、なあ、アキラやったらあの、あれ年前ローマ字で大文字のアキラがいいけどな。ああ映画にはありましたね、あのアキラ。あら、健康有料でもまあそのレジクイズがあった時にこうパキラやから簡単に当てられてしまう可能性があるから、うん、先見てんなお前、見聞色の覇気、見聞色の覇気で何すかそれ書いてるな。あ、分からへん。お前一番知ってるやん。キレそう。女の子にしたやもんな。まあ、アキコとかでもいいけどな。いや、お前それあの頃は剥がすなよ、お前手癖で、うん、剥がすな、剥がすな。いや、じゃあ踊らにゃそん、踊らにゃそんだっす。あいい、ヨナ、ヨナさん、ヨナだ。あ、ヨナ、ヨナでいいんじゃん。ヨナ、やばすぎやろ。ヨナは良くない。一番エグいやつや。あんま良くないな。ヨナグニさんとはねすごいな。まあ、また考えてもらったらええんちゃいます。はい、じゃあ、うん、コメント欄で名前募集します。じゃあね、コメント欄で募集しよう。チンペチーノみたいな、なんかそうか。5人ってことはない。ヌイペニでいいんじゃん。5人の集合体ってことはない。まあそうやな、プリキュラ5や。そうやな、5本あるからってことやな。って頑張ってほどいたら5本になるやろ、これ、うん、で、こいつらこんな苦しみながら成長していくの。なんか肩につけてやっとったんじゃない。もともと、あ、もともと1本のやつ。え、なんかそんな気すんねんけど。あ、だからこれがこうなってるのかな。そんな気がすんねんけど。なるほどな。じゃあ一本一本分けてお隣さんに配るか。多分の気まぐれクックの金子さん。だったらこれはね、食べきれないんでお隣さんにみたいな。やっぱこの技法がすごいんや。え、めっちゃ簡単にできるらしいけど。もういいか。もういいや。盆栽みたいな。もういいやろ。ありがとうな、みんな。